おかえり、カズキ。空を飛んだ気分はどうだ？最高ってわけにはいかないな。特に着陸は最低だ。そのうち慣れるさ。だといいけどな。慣れてもらわなければ困る。今のところお前はこの島唯一のファフナーパイロットだ。うん。だがいつまでもこんな状況は続かないさ。新しいパイロットが来るのか。いずれわかる。じゃあまた。じゃあファフナに乗っている間、俺は眠った状態でいるってことですか。半分は正解ね。正確には眠っているのではなくて半催眠という状態にあるの。外部からの刺激、聴覚や視覚、痛みには反応できるし、会話も普通にできるわ。それじゃあ普通に起きてた方がいいんじゃないですか。ところがそうでもないのよ。半催眠状態でファフナーとリンクすれば、R 複合体、脳の攻撃本能を司る部分ね。そこを活性化させて、あなたたちの攻撃本能を最大限に引き出せるの。つまり、最も効率的に戦闘を行うことができるようになるのよ。よくわからないな。こんなことで私、ファフナーを動かせるのかな。大丈夫よ。訓練ではちゃんと動かせてたじゃない。でもそれは訓練だから。実践でも同じよ。どちらにしても半催眠状態になっているんだから。寝ながら動かせるなんて便利なんですね、ファフナーって。そうね。でもこの半催眠状態にはもう一つ大事な意味があるの。フェストムは半催眠状態にある人間の心までは読むことができないのよ。半催眠状態になっている間。あら、ショコ、顔色が悪いわ。大丈夫よ、お母さん。お話続けて。無理しちゃダメよ。辛くなったらすぐに言いなさい。大丈夫だから。私だけ特別扱いしないで。でもさ、狭間は体が。春日井君、気にしないで。私平気よ。辛くないから。わかった。私だってパイロットなんだから。お母さん、話を続けて。そう、それじゃあ続けるわね。半催眠状態になっている間、パイロットは同時に編成意識状態にあります。普段ならありえない性格や態度なんかが表に出てしまうということよ。例えば普段おとなしい人がファフナーに乗ると急に強気になったり。なんでみんな俺を見るんだ？真壁くんのように多少性格が変わる程度ならそれほど問題はありません。編成意識が表に出すぎるとまともに戦闘行動を取らなくなることがあるの。例えば勝手に突撃するとか、突然逃げ出してしまうとか。そうなると水代くんのジークフリードシステムでも制御が効かないわ。周りのみんなでカバーしてあげてね。それじゃ本日はここまで。ショコ、大丈夫？トウミ先生に見てもらう？大丈夫。帰って休めば平気だから。狭間、本当に大丈夫か？
送っていこうか。あ、春日井くん、あたしと和樹くんも行くよ。俺も？和樹も？うん、いいでしょ？ああ、構わないけど。ありがとう。翔子、行こう。ありがとう。みんな悪いわね。お願いするわ。はあ、何なんだよこの展開。和樹くん、お茶どうぞ。このお茶、とっても美味しいんだよ。ありがとう。狭間、俺にもお茶もらえる？お店に行っても置いてなくて。小菅井くん、今何か言った？いや、いいんだ。お茶もらうね。春日井くん、あたしがお茶入れようか？いいよ。それでね、春日井くん、この間、うちのクーが。どうしたの？敵か？和樹くん？多分敵中だ。アルビスに戻らないと。翔子、大丈夫？いけるよ。よし、行こう。グズグズしてたら危ない。敵中ですか？あら皆さん、お揃いで。この緊急事態に重役出勤かしら？すみません、みんな私のために。そんなことはどうだっていいわ。問題は4人のパイロットが揃って基地を留守にしていたことよ。わかってる？今は戦争中なのよ。まったく、ここの連中が来たら危機感というものがないのかしら。こんな連中にファフナーを任せて本当に戦えるのかしら。まあいいわ。真壁、来なさい。状況を説明するわ。今回はフェストムが複数同時に現れた。フェストムはそれぞれ別の方角から島に向かってきている。パイロットも増えたし、戦力を分散して効率よく応戦するといいでしょう。出撃メンバーの人選は真壁に任せる。ただし、仲間に被害が出ないよう気を配るのもあなた。責任重大ですね。そうよ。大事な機体だけでなく、パイロットの命も預かることになる。なんだったら一人で出撃しても構わない。一人で複数のフェスティムを片付ける自信があるのなら。赤部、悩んでいる時間はないわ。領域の有無を決定したらすぐに出撃よ。マークウィル、発進！複数のフェストムが散開して攻めてきている。確認した。今から撃退する。一体ずつ確実に倒していこう。
闘機が撃墜された。ダメめ。よし、こっちは倒した。いいぞカズキ、よくやった。では別方向のスフィンクス A 型種に向かってくれ。カズキ気をつけろ、あなただ。なんだって、この形状はコアギュラ型か。これまでのとは様子が違う。不用意に近づくな。これでどうだ。コアギュラ型がさらに1体現れた。また来るのか。一体どれだけやってくるんだ。やったか。スフィンクス A 型種は消滅した。よくやったカズキ。南方からフェストムが2体接近している。また来るのか。今度はどんなやつだ。コアギュラ型とスフィンクス D 型種か。ギュランダルは携帯性に優れた小型の拳銃だ。予備兵装として開発されたものだ。威力を期待するな。カズキ、立て！狙い撃ちされるぞ！カズキ、リンドブルムがやられた！よくやった、カズキ！新手が出てくる気配はないな。カズキ、戦闘終了だ。終わりか。疲れたか。ああ、今回はちょっと大変だったな。よくやったわ、真壁。ありがとうございます。次回もこの調子で頼むわよ。この島の最先人パイロットとして仲間たちに手本を示しなさい。はい。